ゆうじろうチャンネル、今日のお題は NJ 理論ブログセミナーを実際に受けて思うこと。はい、ということで、今日またまたゲストに来ていただきました。今日のゲストは茨城から来ていただいたんで、ちょっと自己紹介を。はい、茨城県でバーバーショップゲインという男性専門ヘアサロンを経営しております、佐藤貴彦です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、美容院、床屋やね、床屋。そうです。で、まあ、床屋って言ったら、まあ、女性も来るんですけど、もうそこあえて男性だけという。はい。男性しか来ない。男性しか来ないです。なぜ女性はやらない？まず、勝てる喧嘩しかしない。でだ。なるほど。はい、女性カットしても上手いやついっぱいあるか。はい、私より上手い人はいっぱいある。はい。じゃあ男性なら負けないと。負けないです。なるほど。なんかね、こだわりが強いんでね、今日は彼が実際にこの僕のね、NJ 理論ブログをセミナー受けて、受けたのがもう2016年なんでね、4年も前なんですけども、でそこからどう変わったかっていうことをね、今日ぶっちゃけてみたいと思いますね。今日はこのテーマで行ってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。こんにちは、佐藤貴彦です。はい、ということで今日は茨城県から。茨城県、皆さん分かります？どこにあるか。福島の真下です。福島の真下と言ってもまたこれが分からんと思うんですよ。まあ北関東、北関東の一番北です。東京都内から行こうと思ったら、特急電車で2時間。同じ関東圏内なのに2時間かかるというね。まあそんなところでバーバーショップやられてるんですけども、まあそもそもまず2016年5月に僕のセミナーに来たと。はい。その時はなぜ行こうと思った？ブログは、その5、6年前から書いてたんですけど、うんうんうん、自力でね、自力、我流で。はい。うん、ただそのブログが、まあ要は日記ブログだなと、うん、なんか書く内容がこんなんではいけないなと思って、うん、でちゃんと勉強したいなと思ってネットをこういろいろ探してたんですよ、うん、そしたらこの人のブログのセミナーだったら受けてみたいなって。そうそう、私の勘が働きまして。なんかでもあんまりこうぜひ来てくださいみたいな媚びた感じに全く書いてないけども、全く書いてないんで、うん、もう怪しいおじさんだなって。あ、そう。はい。まあタカは、まあ、彼タカって言うんですけどね、タカはそれまでもいっぱいいろんな経営セミナーも受け取ったんでしょ。はい。その中でもこいつ怪しいなみたいな。やっぱりその怪しいなって言っても、うん、その内容が怪しいんじゃなくて、うん、風貌。風貌ね。まあ風貌はね、はい、普通ではないと思うけど、はい、うん、ただ何かこう今までのそのいろんなセミナーを受けてくると、うん、こうなんて言うんでしょうね、失敗もあるじゃないですか、うんうんうん、あ、これお金の無駄だったなとか、うんうんうん、これは勉強になったなって、うん、そういう感がだんだんとこう冴えてくるようになって、裕次郎さんのブログセミナーは、うん、風貌こそ怪しいけど、うん、内容はなんか引っかかるなっていう、うん、そういう感はありました、ね、なるほど。でね、初めてセミナー来た時の印象はめっちゃくちゃ私は覚えたんだけど、まあね、上から目線的な聞いたるけんのみたいな、そんな感じがありあり出とったんだけど、はい、そんな感じだったんや。そんな感じ出しとったんや。はい、こんなんすね。そんなか、もうこんなかったの。うん。おじいじい言ってみろよ。そう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 。ほんまそんな感じだったの。はい。もうですごく覚えたんだけど、で、まあ実際にこうやってみて、1年間書いてみて、どうだったですか？ 1 年間書いてみて、うん、一番は自分を見つめることができた。なんか、ブログを書くと、こう、売り上げがいっぱい取れて、集客いっぱい取れて、みたいな。まあみんなそんな感じで思ってくるんだけど、それよりも何よりも、自分を見つめ直せた。もちろんその集客のためにブログを書こうとやっぱするじゃないですか、うんうん、でもこのブログを書いた時に言ったって集客だろうって思うわけですよ、うんうん、これが3ヶ月半ぐらいした時に一件問い合わせがあって、うん、それは俺の頭かゆいんだけどなんでかゆいんだろうって問い合わせだったんですよ。ほう、噛み切ってくるじゃなくて、じゃなくて、うん、でそれがその原因はいっぱいあって解決する方法もいっぱいあって、うんうん、ただいっぱいあるからその答えは明日のブログに書くんで、うん、それを読んでくださいって返事したんですよ、うんうんうん、それ電話で問い合わせるか。それはメールですよ、うん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 、で次の日、うん、3時間半かけて、うんうん、何回も何回も書き直して、うんうん、あ、ここはイラストを書こうと思ってこう書いて、うん、写真撮ってそれをまた編集して、うん、3時間半かけて1個作り上げたんですね、うんうん、そしたらそれを読んだその問い合わせの人がすごくよくわかりましたと、うん、でそれまで言ってもブログはお客さんに来てほしくて書いていたんですけど、うんうんうん、その日以来、うん、これがお客さんのために人のために書くブログなんだなって、うんうんうん、スイッチがこう切り替わった時なんですね。なるほど。
僕のね、この NJE 理論ブログっていうのは何が大きく違うか言ったら、もう読者のために書けと。自分のことなんかどうでもいいと。ね、例えば僕が自分のことばっかり、僕のことばっかり書いたとも、それ読む読者は別に僕に興味あるわけじゃないって。僕が芸能人で超売れっ子なら僕の私生活とか知りたいと思うけども、そうじゃないわけでいて、お客さんのために書けってずっと言い続けたのが初めてそこで。そこで。なるほど。あのね、ブログは仕事ですから。で、仕事である以上接客と一緒ですっていうことなんで、要はそのお客さんと接客した感じ。そうですね。うん、はい、なるほど。で、そこから書き方変わったんや。書き方変わって、全部お客さん目線だったらこの文章どう思うだろうなって、うんうん、そういう書き方に変わってきました。なるほど。で、そういう書き方をすると、やっぱりそれはお客さんに届くようになって、そうですね。集客も始まったわけ、そっから。それが順調にいかないのが、この田舎の難しさ。ああ、なるほど。みんな、その同期のメンバーは、次々とブローからお客さんが来ました。あ、で、それ本当に心底同じチームっていうか、嬉しいんですよ。同じね、あの学びが一緒だった同期生が。はい。うん、で、本当に心の底からおめでとうって言うし、思ってるんですけど、もう一方では、俺は結果出してないな。で、ここで、ちょっと不安というか、疑いというか、本当にこのブログでお客さん来るのかなって疑問に思ってたんですよ。それでも、その3ヶ月の時の、そのきっかけがあって以来、ずっと書いてたんですよ。で、6ヶ月、同期の中では一番遅いです。やっと、ブログを読んで来ましたっていうお客さんが現れて、裏行って、切る前に泣いてました。あ、そう。はい。そのぐらい嬉しかったです。それは何、あの、そのお客さんもいっぱい読んで、なんか悩んできとったわけや。それはなんかこう、そこまでこう、その時は深く話しなかったですけど、あの、なんで来たんですかって言ったら、あ、ブログを読んで、なんか良さそうだったんで来ました。で、それが6ヶ月目やろ、はい、だそっから結構、バタバタっと。そっからは、そうですね。ブログを読んだお客さんと、そこからの紹介のお客さん。はい。なるほどね。来ました。で、まあ、1年目の時に、まあ、彼は、4代目。ひいじいちゃんの代からやっとるところで、で、まあ、昔ながらの床屋よ。もう、くるくる回っとるし、あの、パンチパーマのポスター貼ってあるし、みたいな。はい。まあ、そんなところで、やりとったんだけど、この年に、ブログを書いたこの年に、自分で店出したんやな。そうですね。それはなんで？やっぱりその、ブログを書いていくと、まあ、内観っていうか、自分を見つめていくと、今ここで、ずっと思い描いていた夢の、自分が思い描いたお店を、作らなかったら、一生後悔するのって思ったんですよ。で、かといって、親に借りるのも違うし、全額自分で借金して、で、これもちっちゃくやろうと思えば、ちっちゃくできるじゃないですか。でも、それ妥協じゃないですか。自分が思い描いた空間で、最高の機材を使って、最高の商材を使って、最高の技術でやるには、妥協できなかったんで、いっぱいお金もかかりました。まあ、それで1年目に店出して、今度2年目のブログ、ね、365日ずっと書いてるんで、2年目に突入するんだけど、2年目大きく変わったことは？大きく変わったことは、まず、ブログの文章が、1年書いていくと、それなりにこう、上手くなっていく。上手くなってくるじゃないですか。一発になってきたな、俺もって思うんですけど、2年目の時に、1年前の自分のブログを見ると、あら、こんな稚拙だったのかな、俺はっていう、なんかちょっとそこに気づくんですね。でももう2年目になると結構ブログからの集客は、ブログからの集客はたくさんあって、まあ毎日、毎日ね。あ、そう。もうブログで見ました、客が。はい。でもそれで、こう、店も満席、売り上げもそこそこある。もう満足なんじゃないよ。ただし、将来的にずっと自分がこの先経営していく上で、ブログだけではちょっと足りないなって、次のステップが、自分には必要だなって感じ始めました。なかなかね、まあもうある程度の売り上げも取れると、そこにあぐらかくんだけど、これまだ高みを目指そうと。はい。で、3年目、ね、あのブログ2年、丸々2年間で、今度3年目の時に、アップグレード経営道場っていうね、僕がやっとるブログじゃなくて、今度はそれを使って経営をどうやってやるかみたいな、強みがあって、理想客があって、それを理念で回してみたいな、まあみたいなことがあるんだけど、そのアップグレード経営道場来たんだけども、何が変わった、そこで確固たる思いですかね、そこで初めて理念っていうものを作ったか、はい、まあ、理念って何か言ったら、まあ、理にかなった今の心と書く理念ね、理にかなった今の心っていうんだけども、まあそれまではただ漠然と床屋をやっとると、はい、というところだったのが、そこにきちっとした理由付けもしたと、はい、でそれ作って売り上げが変わると思った？全く思わなかったですね。
何この理念なんかなんか意味あるんかみたいな思いました。あ、そう、こんなん作って経営なんのみたいな、もっと稼ぎ方教えんじゃないのって思いました。でも実際やってみてどうやった。実際にやってみて、裕次郎さんがこれだけ苦労してきて、うん、ここを先に教えるってことは絶対に意味あるんだろうと思って、うん、その自分の強みを見つけるワークをやることで、うん、その理念の言葉が腹に落ちてきました、ね、もうそれが今から2年ぐらい前か作ったのが、2018年ぐらいだったら、はい、もう今でもこうしっくりきてる。今でもしっくりきてます、うん、まあ、それがあるとこうブレなくなる、うんうん、でまあ、その時に理念を作ったら、今度この理念を持ってしてどうやって稼ぐかっていうのを、今度は仕組み的に、まあ、ビジネスモデルをきちっと作ろうみたいな感じで、まあ、そこまでやったんだけども、もうやっぱそこからは何か感じたい、こうやるんだの経営はみたいな。そうですね、そのいろんな経営セミナー行っても、うん、ここまで分かりやすく教えてくれるところはないと思います。うん、めちゃくちゃ分かりやすい。分かりやすいです。何が分かりやすいね。例えですか。そうなんや。なんかこう難しいことを難しく喋っても、あの生徒さんって分かったふりしとるのこいつなんて思うわけよ、うん、あんまり分かりませんとか言ったらバカ扱いされそうみたいな、はい、だから分かったふりしとるのと思うんで、どうやったら伝わるかなっていうことはすごく考えるんで、うん、まあいろんなものに例えて喋るやんか。分かりやすいです。うん、ただこれがこっからがすごいところで、うん、経営道場終わった後に、うん、普通はそこで終わるじゃないですか、うん、でもそれをずっと考えさせられるんですよ。ほう、今のこのビジネスモデルでいいのかって、うん、でそこをもう一回振り返るときに、うん、その経営道場習った基本にもう一回行くので、うん、何回もそこでこう基本に立ち返れるっていうか、そこがすごいです。それはあれだろ、それはただがもう勉強熱心なんだろ。でもそれはその同じ道場で学んだ人らも言うので、うん、私だけじゃないと思います。うん、まあね、こうやって何回でもできるようにはしてあるんで、うん、でそれが3年目アップグレード経営道場来て、で4年目に突入するやん。これずっと毎日書いてるやろ、ブログ書いてました、うん、4年目に突入して、もう4年目ぐらいになるとどうよ。4年目になると、まあそのよくある裕次郎さんの言葉で言うと、3年で結果が出せないやつはもうセンスないからやめろ、で3年終わって、うん、俺悪くないなと思うんですけど、うん、めちゃくちゃ忙しいんですよ毎日、うん、でこの先このビジネスモデルでいいのかって、うん、またそこから自問自答が始まるんですね、うん、まああるよね、毎日まあずっと隙間なく入って、結局1ヶ月オール満席みたいな状態だよ、はい、だからもう限界が見える、はい、これを倍にしようと思ったらもう寝ずにやるしかないのっていうところだ、はい、っていくと、もう自分の天井が見えたらやっぱり意欲がなくなってくるじゃん、うん、じゃあ4年目にはこのままでええんかみたいな、売り上げはあるのに不安になる。それは体力に身を任せた仕事だから。1日何人ぐらい切る。1日、例えばパーマの人がやればカットの2倍かかるんで、うんうんうん、その分減りますけど、うんうんうん、少なくて8人。1日、はい、あ、そう、はい、あれだろ、席も1席しかないで、こうパーマやってる間に切ることはできるわけじゃん。できないですね。もう完璧マンツーマン、はい、結局パーマやってその間に切るってことは、頭のどっかでパーマの人を考えて切ってるから、うん、100あるエネルギーのうち100そこに注げないんですよ、うんうんうん、でそのパーマの時間節約って大した節約にならないですから。そうそう、はい、もうこっちのことも考え、こっちのことも考えみたいな、はい、それよりはその間に自分技術やらないでお客さんとこう思いっきり話せるんで、うんうん、そういう時間に自分を使ったらいいんじゃないかなって思います。効率よりも、はい、うん、大した効率になってないわけですよ。なってないです。うん、じゃあもう4年目はもうそれだけ1日8人最低でも、いうことは10人とかも増すということは、朝何時からやるの。朝定時は8時なんですけど。8時からもう髪切るよ。はい、うん、ですけど、やっぱもうそこでできない人も出てくるんで、うん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 、その次には時間外っていうのを設定しまして、うん、もちろん別料金でやるんですけど、うんうん、朝6時とか6時半とか、うん、朝もやるんですけど、夜も定時は7時なんですけど、うん、8時9時とかやってます、うん、もうあじゃの身の子にしとる話よ、はい、ただこれは、うん、この1年2年やってんじゃなくて、うん、18からもう20年以上ずっとやってるから、今に始まったことじゃないんですよ、うんうんうん、もう体は慣れてるわけよ、はい、ただこれがタクが今何歳か。40ですね。40だろ。だからもうこの先よう頑張れてあと10年かのみたいな。いや10年できんな、それだけ。
3年ですら不安です。あ、そう、はい、じゃあ何、もっともうちょっとゆったりとやりたい感じ。ゆったりっていうのはそれ自分本位だと思うんですよ、うんうん、じゃなくてお客さんがもっと良くなるためにはっていうことで考えると、うん、次のステップが必要になるなっていう感じです、うんうん、なるほど。もうカナリアのステップアップが大好きな男なんで、なので2020年は今度は何になったか言ったら、今度はねうちのイタンジエリート養成大学校っていうのがあって、でこれの今3年生として来てくれてるんだけど、これは今年から作ったんで、本来で言ったらもっとあとはその大学で言うともう卒業はしとるはずないね。ブログ受けたのが1年生で、2年生があって3年生があって4年生があるっていう今4年間のプランになってるんで、うちのセミナーもで今3年生来てくれてるんだけども、この3年生ではもうどういうんだろう、ビジネスは僕が考えるビジネスは心理学って思ってるんで、もうお客さんとの心理のねぶつかし合わしながらやっとるもんなんで、ある程度まあ言葉は悪いけど意図的にお客さんを動かせれるようにならんとダメだと思っとるんで、まあその辺の極意をいっぱい教えるんだけども、まあその中で、ティックのテーマで値上げっていうのがあるね。それはただもう値上げしかないと思ってた。もう値上げしかないなと思って。まあそういうのは人数も決まって時間も決まってって言ったら、もうあとは売り上げ上げるとか単価しかないもん、はい、今の単価が別に高いわけじゃないんだ。ではないです。じゃあ最初に決めた値段から上げてない？最初に値段を決めてからはそれでも、1回上げてますね。うん、お店作った時に1回上げて、うん、お店作って、2年の時にもう1回上げたです、うん、なるほど。まあでもその1回目上げた時がそんなにびっくりするほどの値段じゃなくて、これね、まあ美容師さんだけじゃなくても値上げっていうテーマは皆さん心にはあるけどビビって要せんはずないよね。でまあこれを今回のその今イタンジェリートの大学で値上げを今勉強して実際にチャレンジが始まっとるんで、この値上げの仕方っていうのはね、もう一本取りますから、これね明日発表します。値上げをしてどんな感じになったかみたいな。まあでも今日はこの NJ 理論ブログを受けに来て、もう今年で 1,2,3,4 年、もう5年目に入るんか。もう5年終わったら殿堂入りですからね。殿堂入りブラックイーグルになりますからね。めちゃくちゃきついですえ、まだこうルーティーンにならんか。ルーティーンにはなってます。もう書くっていうのは朝起きた時から、うん、今日何書こうとか考えてアンテナ張ってるんで、うん、それはルーティーンになってるんですけど、うん、やっぱりきついです毎日。あ、そう。まあそれだけ1日8人とか10人とかやる中でブログ今どれぐらいかかる？2時間です。うん、やっぱり2時間ぐらいはかかるよね。わしがねもう12年、もう13年やってもやっぱり2時間とかかかるけんね。やっぱねみんな言うよ、もうそんなに書いとったらちゃちゃっと書けるでしょって。これねブログは接客だって言っとるんで、じゃあ長くやっとったら接客短く終わりますかいう話ないの。長くなったら長くなるほどけお客さんとの対話も増えるんで長くなるよね。まあ、なので、まあ、こうやって4年もやってもきついと言いながら、まあ、でも、売上広告とか何も出してないんだろ？クーポン雑誌も出してないんだろ？はい。オール、ホームページとブログだけだよ。はい。うん、まあ、今だったらこうやってネットで検索しても、とりあえず、茨城ではトップに出てくる感じや。そうです。まあ、1ページ目には出てくるんです。うんうん、まあまあ、それでね、集客全然取れとるのと、あとは、分かってくれるお客さんしか来んのんで、雑魚が今回いいよな。はい。うん。まあね、そんな感じで、まあ、彼もやってますけども、実際に今日ね、彼が広島に昨日、そのエリートの大学の講義があったんで今日広島に来た。だからそのついでにこの YouTube にゲストに出てもらったんだけども、まあこの NJ 理論ブログっていうのがね皆さんどんなのかわからんと思ったんで、まあその教える内容をね逐一説明してもあんまりよくわからんと思うんで、まあ実践に受けた人が1年経って2年経ってどうなっていったかみたいなのをねちょっとみんなに分かっていただきたいなと思ったんで、まあ最後にじゃあ、このブログセミナーをまだ受けてない人に対して何かこうアドバイスするならば何かありますか？自己流でやっても時間の無駄です、うん、なので日本一のプロに教わるのが最短で自分の人生を無駄にしないんじゃないかなって思います。聞いたもん聞いた。めっちゃくちゃいいこと言うたやろ。俺台本なんかないんで今そのままよるね、はい、めっちゃいいこと言うわほんま。なのでねここにセミナーのお知らせも出しておきますから、もう今年2020年はあと2回しかしませんので、ぜひいらっしゃください。神戸と鹿児島でやりますんで、ね、ぜひいらっしゃください。じゃあ今日はここまでですんで、じゃあ、ただは明日にもまた出てきてもらって、明日はちょっと値上げの極意っていうのをね、喋ってみようと思うんで、じゃあ今日はここまでです。じゃあね。